して悲しくないなって人があまりに信じられません。自分にいつでも正直でいたいなんて結局できなくて、ポーカーフェイスレベル99、逃げ出してばかりで仲間もいないドラゴンもいな妻も呼び出せない。最後の最後に丸腰で向き合わなきゃいけないなんて、そのラスボスの天国神。